ちやどっちやどっちやおはい二号ですわメタルバイブレーションって、当たりが出るところがね5つあります。ちょっと多いんですけどまず最初が着底、フォールでトンってそこについた瞬間で、2番目が、そこからプッと離れた瞬間で、3番目がプル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 っと動かしているこの途中で、4番目がプル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 っと止まった時、上げ切った時で、5番目がフォール。この5つのところで実は当たりが出るんです。で、今日8分の3と4分の1のテリブルを使ってるんですけど、これはウエイトで例えば8分の3やから深いところ、4分の1やから浅いところっていうのもあるんですけど、実は期待してる当たりの出方が8-3と4分の1ではその5つのうちで実はちゃんと分かれてるんですよ。で、8-3使う時っていうのはどういう時かっていうと、着底で食ったり、もしくはそこからプッと動いた瞬間に食ったりってする時には8分の3っていうのを使ってきっちりそこに落として、もうショートピッチですよ、プルッと上げて終わりで、またすぐそこにつけてまたプルッと上げて落とすっていう、この釣り方してる時っていうのはそこについた瞬間、もしくは持ち上げた瞬間に出るあたりを期待してます。で、8分の3でそれをやった方がしっかり底が取れるというか、ちゃんとこうきっちりできるんですよ、丁寧にそれがね。で、逆に4分の1を使ってる時っていうのは何をしてるかっていうと、実はブル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 っとちょっとリフトしてます。で、落とすっていう行為をしてます。で、これはどこで当たりを期待してるかっていうと、このブル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 っと動いてる最中、もしくは上がりきった時に当たるっていう、この2つ、あとフォールか、この3つの当たりを期待してます。おお、この引きもなんだが、この引きもなんだが、でかいっすわ。はい、イエーイ。ごいに。はい、体もチャンネルライン残ってるやつですわ。釣れるかな。およいしょやっとバス食ったぞはいぐたぐた。よっしゃ。
そやお。おおおおおおおとあれあれあたリミットメイクメタルバイブル、まあ、テリブルで狙ってる場所っていうのはだいたい主要3箇所かな。1つ目はもうチャンネルライン、だいたい片田から金かぐらいまでに入ってるチャンネルラインって言って、チャンネルラインっていうのは地形の変化ですわ。で一番東西で琵琶湖をズバッと切った時に一番深くなってる地点で、それをこう結んでいくと西の方に寄ってくるんやけどね、そのチャンネルライン、一番深くなってるそのライン、もしくはあとはウィードアウトサイド、チャンネルラインとは関係なくウィードが一番沖で切れるようなところ、そのアウトサイド、もしくはそのアウトサイドややちょっと中入ったぐらいのところ、ちょっとウィードがあるようなところが2箇所目で、で3つ目は浚渫、周りと比べた時にボコッとこう掘れてるような浚渫で、この3つがテリブルメタルバイブレーションで狙うところで、狙ってる魚は何かというと、もうチャンネルと浚渫はバスに聞いたんじゃないから分からないですけど、気持ち的には越冬が冬にあって深いところに集まってきてるバスっていうのを狙ってます。でウィードアウトサイドっていうのは今度フィーディング、多分餌を食べたいなと思ってその辺をこう比喩に釣られたりとかして回遊してるやつっていうのを釣るっていう、だからそういうイメージで3箇所をそんなイメージで釣り分けていってるっていう、そんな感じですね。だからテリブルはすごい、なんていうんですか、動き出しがすごく遠くにあってすごく深いところにあってもすぐ分かるんですよね。ブルっていう動き出しがよく分かるんで、だからその動き出しからの当たりをよく取れたりだとか、あとはそのウィードが絡んだ時ですよね。琵琶湖のメタルバイブレーションはもう確実にそのウィードがどっかでかかってくるんで、ないって言うても何だとあるんでね、そのしょうもないウィードとかがかかって動いてないっていうのは分かればすぐピックアップしてまた次のキャスト行けますもんね。それがこうあれこれどうやろうってやってたらもったいないですもんね。動きがよく伝わるっていうのはそのルアーに何かが変化あった時にすぐ分かるってことやから、当たりもよく分かるしゴミがかかった時もよく分かるしってことですよね。言わなあかんっていうのが、バスやん、しかも A サイズ、 A サイズ、 A サイズ、だよ。よっしゃー、食った
おやった。実際今日釣りをしててずっと思ってたのは、まだやっぱりね、今年の12月は水温が下がりきってない。まだ表層がね12度近くある場所もあるんで、で実はそこの方はだいぶ冷やされてるんで、ちょっとね魚が浮き気味なんですよ今年の12月って。だから8分の3でそこをトントンってやってても、やっぱりなかなか当たりが出、だからちょっと4分の1にしてみて、下から追わして食わへんかな、要はブルブルブルっとしてる最中にグンと食うてくれへんかなっていうのを期待して4分の1を使ってみたら当たりがちょっと出たかなっていう、そんな感じです。だから8分の3は本当にそこでショートピッチでプルンプルンプルンってやるんです。4分の1はフルフルフルブ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 ルフル。8分の3でフルブルブルをしたらあかんのかっていうと、僕的には4分の1のその細かいピッチ、8分の3ってやっぱり大きくピッチがなるんで、4分の1の方が細かいんですよ、ピッチが。その細かいピッチの方がどうも追いやすいかなっていうイメージで4分の1で追わせる釣りをしてます。だから軽いからじゃなくて、シルエットがちっちゃいからピッチが速くなるっていう、そういうイメージです。で、あとはね、8分の3使ってた時もあったんですけど、後ろにカチッとティンセルザップのをつけてたんですけど、あれはね、そこでピョンピョンピョンってやってる時にすごい効果的なんか、あれつけてるとすごいね、まあ濁りもすごい反応してしまうんですけど、バスも好きみたいで、でそれをつけます。カチッとティンセルをで、リフトの時ブル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 って上げていく時っていうのは、カチッとティンセルをつけるとちょっと動きがばらついてしまうんで、まあ後ろに抵抗物があるんでね、だからそれはなしにしてっていう、そういう使い分けをしてます。だからそこでトントントンってやるのは8分の3プラスカチッとティンセルで、ブル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 っていうので食わしたいときは4分の1のカチッとティンセルなしっていう、そういう使い分けです。わかります